では、まず足の基本のポジションから説明したいと思います。と、1番ポジションと言われるものがかかとがしっかりくっついていてつま先ターンアウトです。2番。肩幅よりも少しだけ広いポジションが2番ポジションです。で。 一番から少しだけ中に真ん中ぐらいですね入ったポジションが三番、三番のまっすぐ前に一歩出たポジションが四番、でかかととつま先がくっついたポジションが五番になります。で一番に戻します。で一番のつま先が前に向いたもの、パラレルの一番。 そのまま開いて2番のパラレルこれだけは覚えておきましょうでは1番に戻ります、はい、次にアームスの基本ポジションです腕を軽く体の前で抱えますアンバーと言われるポジションですねアンナバーは胸の前肩の前に来てしまうとちょっと高すぎます胸の前という感じですねそこから開いたものがラセゴ そのままアンオー、おでこの前です、はい。そのままアンバーに戻します。アームスの注意点が一つ、えっ、ー、とアンオーに上げたときに手が後ろに回りすぎないようにおでこの前ぐらい、うん。最初はちょっと中途半端かなっていう感じがするかもしれないんですが、このポジションでキープしましょう。 でアラセゴに持ってた時も同じです体の前二十人ぐらいの人と手をつないでますぐらいのイメージで空気を抱っこしてくださいでアンバーに戻します